なんかうちのビオトープにトンボかな、これ何のトンボだろう。なんか緑色で卵産んでんだが、今ヤゴ入るとメダカ食われそうだけど、こんなちっこいトンボな、初めて見たな。まあちっこいから見たことないんだろうけど、なんだろうねえ、メダカ食われるかなけど珍しいトンボだなこれはな。いやー、まあビオトープだからね、生態系を取り入れるってことだから仕方ないけど食われるのな。まあもしヤゴが入ったらメダカは避難させて、いや、メダカ食わせるのか、いやでも嫌だなこいつなんだろう、なんてトンボだろう。まあもしピンタはねえな、名前わかる人いたら教えてほしいです。よろしくお願いします。サイズ感だな、サイズ感がさ、これ俺の指ね、すごいちっちゃい。名前わかる人お願いします。なんかね、調べたらアジアイトトンボっぽいんだよね。うん、まあ俺昆虫専門じゃないからね、わかんないけど、春に浮かして、関東の方で浮かして、その子供たちがまたお盆あたりに出てくるらしいんで、まあ、ちょうど時期的にも合うしね。うん、まあ、多分今年2代目なんだろうね。うん、まあこの体の大きさだからね、ヤゴできてもメダカ食えないとは思うから、まあ様子見てさ、まあ、こういう生き物が来てくれる環境ができてきたっていうことでね、すごく嬉しいことだねこれはね。うん、うん、こういう感じでクリスマスツリーね、うちの死んだばあちゃんのやつで取り除けしてるんだけど、うん、まあだんだん環境ができてきてよかったなと。